やってますから、チャンスになりますよね。もちろん日本が先制すれば試合を有利に進めることができます。本田が今度は蹴るでしょうか。狙える距離でもありますよね。このボールは不足に変化します。もちろん狙っていた。稲本も用意しています日本。